皆さん、こんにちは。中島智美です。今日はペイパルの機能の一つでもあるサブスクリプション、定額払いの URL の発行の仕方について解説をしていきたいと思います。で、このサブスク用の URL、決済用の URL ですね。これを一度発行してしまうと、何人にでも10人だろうが30人だろうが50人だろうが、何人だろうと全く同じ URL で決済をしていただけて、とっても便利ですので、早速、そのペイパルのサブスク決済の URL 発行についての解説に入っていきたいと思います。ということで、早速ペイパルのページに入っていきましょう。はい、ペイパルのページに入りましたら、早速見ていきたいのがこちらですね。上のメニューバーでお支払い決済の受け取りというところがありますので、ここを押して決済の受け取り欄の上から2、3、4つ目、ここにサブスクリプションがありますので、ここをクリックしてください。そしてサブスクリプションの管理画面に入りますと、左側にメニューバーが出てきて、次はですね、ここの購読プランっていうところを押してください。で、すでにプランを持っている方は、ここに作っているプランがポンポンポンって出てくるんですけれども、まだプラン作ってないよっていう方は、この購読プランっていうページから新しいプランを作っていきます。で、押してほしいのがここ右上にあるプランの作成。はい。で、ここにすでにいくつか、母体となる、例えば A という商品、B という商品、C という商品がある場合は、ここにいくつかメニューがポンポンポンと出てくるので、その自分が今回作りたいのは、じゃあこのテスト商品の中の、例えば高額プラン作りたいですよとか、このテスト商品の中のライトプラン、お安いプラン作りたいですよとか、そういう場合はもうすでに登録してある商品から選んで次へ押していただければいいんですが、全く新しい商品サービスを登録するっていう場合は、一番下のここ購読品を作成するをクリックしてください。で、ここに製品名ということで口座名ですね。例えば卒業生サブスクプラン、オンラインサロンだったり、ご自分の継続講座を卒業した方たちの卒業生コミュニティを、例えば継続課金していきたいですよっていう方は、これね、すごく便利ですので、ぜひ使ってください。で、この商品の説明っていうのはお客様には見えないです。あくまであなたが見える説明文になりますので、自分がわかるようにここ解説を入れておいていただければなと思いますし、入れなくても大丈夫です。一応ちょっと仮で卒業生向けのコミュニティ決済用プランとか、何か自分が分かりやすいように入れてくださいって、入れなくても OK です。で、製品 ID も入れなくて OK。で、製品タイプはオンラインコンテンツの場合はデジタルグッズ、そして業種カテゴリーは、多くの先生の場合が教育系とか、あとコンサルティングの方はビジネスとかがあったかな。あと、美容とかそういうものもありますね。あった。はい。ご自分の一番近いカテゴリー選んでください。で、もしそのサービスのランディングページと言われる商品販売ページ、ランディングページがある場合は、ここにリンクを入れてもいいですが、別にない方はここも2つスルーしてしまって大丈夫です。そして次へを押すと、先ほどのこのね、製品の選択画面っていうところに戻って、提供したい購読品を選択するというページにもまた戻ってきます。で、ここで今登録したこれですね、カッコテスト卒業生サブスクプランで、先ほど自分が入れた概要、卒業生向けのコミュニティ決済用プランですよって、あくまでこれ自分が見えるように、自分だけの可視化できる補足部分っていうのかな、補足部分になりますので、今作ったこのプランをポチッと選択、これでサブスクプラン作りますよ。で、次へ。はい。で、サブスクプランの場合、プランの種類4つから選べるんですが、これですね、一番左上の固定料金設定というものをチョイスして、次へを押してください。はい。で、今この母体
ですね、商品サービスのこの箱母体がテスト卒業生サブスクプランっていうのがありますので、その中のじゃあ先ほど言ったように VIP プランっていう高いプラン作ってもいいし、スタンダードのプラン作ってもいいし、ちょっとお安いライトなプランも作れるしって、いろいろ派生して枝分かれしてプラン作ることができるんですが、今回はあくまでまあテストということで、まあスタンダードプランとか基本プランとかそういう普通のね名前でいきましょうか。あとまあ別にその階級っていうのかな、小畜梅いろんな価格帯がなくって、プランがもちろん1個でも問題ありません。私もオンラインサロン主催しているんですけれども、私のオンラインサロンも価格差っていうのはなくって、みんな一律で月額1万5000円っていう参加費を払っていただいてます。で、私もこのペイパルのサブスクプランで皆さんに決済をしていただいているっていう感じになっております。で、プランの説明、これは書いてありますが、プランの説明は表示されません。お客様がプラン内容を把握する目的でご使用いただけますっていうところで、あくまで自分が忘れないための備忘録ですね。まあ基本の入れなくてもいい、入れなくていいです、別に。はい、まあ入れてもいいし入れなくてもいいです。で、次へ、ほい。で、次ここで金額を入れていきます。このサブスクリプションプランの料金設定を定義する。で、通貨はジャパニーズ円、円のままでいってください。で、1回限りの設定料を請求しますかしません。だって今私たちはサブスク定額払いのリンクを作ろうとしているので、1回だけの決済じゃないので、ここはチェックしないでください。あと、お試し期間を提供しないので、ここもチェックしない。もしあなたがこうキャンペーンとか何かするので、初月無料オンラインサロンとか卒業コミュニティを主催するにあたって、初月だけ無料でもいいかなっていう場合は、ここポチッとチェックをして、料金0円で1ヶ月に1サイクル初月だけ無料ですよ。だから私無料は反対派なので、これは推奨しないんですけれども、例えば3ヶ月無料でご招待しますよなんて場合は、1ヶ月ごとの決済が0円、それを3ヶ月3サイクルみたいな風にすると、こうすると3ヶ月間は無料で、4ヶ月目から料金が発生しますよっていう設定もできたりしますが、さっき言ったように私は無料招待というのをそもそも賛成をしていないので、ここはチェックしなくて OK です。はい、そして購読期間、ここに関しても基本的に私は無制限の請求サイクルっていうのをお勧めしています。まあ、なぜならば卒業生コミュニティだとかオンラインサロンっていうのは、在籍していただいて学んでいただく、更新していただくのが当たり前だという文化を作った方が、お客様の成長も促せますし、ビジネスの側面から言うとあなたの売り上げも安定しやすくなるっていうところで、お客様から大会の申請がない限りは半永久請求的に請求が行われていくっていうやり方を私は進めていますので、これは無制限の請求サイクルっていうところでぜひ決済を進めていってください。で、料金は例えばじゃあ月額5000円のオンラインサロンやってみようっていう方は、ここに5000円って入れて、1ヶ月に1回ペーパルからクレジットカードに決済がいきますよ。で、サイクルは無制限です。で、これで設定 OK。で、もしその税込み5000円でいいやっていう場合はこれで OK なんですが、税込み5500円欲しいです私はという場合は、料金に税金を追加するで税金 10% にすると、お客様からのご請求は5500円になります。はい、で、その後読み進めていくと最後ですね。で、これを購読が一時停止される前に処理されなかった請求サイクルの数を教えてくださいっていうのは、これは、まあ、ここにもね、補足で書いてあるように、お客様のその購読、決済ですね、それが自動的に一時停止されるまでの失敗した支払いサイクルの数は何回にしますかっていう形になります。なので、これは私は1のままにしています。要は1ヶ月決済エラーが起きてしまったら、もう、この契約は一旦キャンセル、一時停止になりますよっていうことになるので、まあ、極端な話、これが例えば3とかになってしまうと、3ヶ月決済が行われていないのに在籍したままになってしまい、ガチになってしまいますので、これは1のままぜひ行かれてください。あと、補足でお話をしておくと、1個安心していただきたいのが、PayPal さんの方でも、いきなり一時停止になるんではなくって、5日ごとに3回請求を行ってくれるんですよ。
1回毎月の決済日にエラーだったので、じゃあ中島智美さんの決済がエラーになってますよ、5日後にまた再試行してみますねっていうメールが来て、次また5日後決済してみて、ペイパルが決済を試してみてくれて、それでもエラーになったらまたメールくれて、中島智美さんやっぱ決済ダメでした、うまくいってません、なのでまた中島智美さんに5日後トライしてみますね、決済要請してみますっていうメールが2通目来ます。そして5日後、ここでも決済がもしエラーになった場合は、決済が行われなかったので一時停止をしましたっていうのが、この要は15日後にペイパルからメールが来るようになりますので、十分ですよね。だから15日あれば、私たち講師側はお客様にそのカードの例えば切り替えのタイミングで番号変わったりとかされてませんか、エラーになってますよっていうようなご案内ができたりしますし、お客様に何かありましたかってご連絡をすることができますので、基本的には不履行のサイクルは1、そしてペイパルからは決済がうまくいかなかった場合3回、5日ごとにトータル3回メールが来ますので、その間にお客様とやり取りをしてサポートしてあげてください、決済のサポートをしてあげてください。はい、で最後の部分も未払い支払いの自動請求をオンにするは、これチェック入れたままにしてください。よし、でここまでできたら次へを押して、内容確認 C のOK ですねとなったらプランをオンにする。はい、そうするとこのようにサブスクリプションのペイパルのボタンができました。でここがまだちょっと落とし穴で、このボタンができましたっていうページに最後行くんですが、右下にコードのコピーってあるんですよ。でこのコードをコピーしてお客様に送ってしまう方がたまにいるんですけれども、これコードなので、こういう風にホームページとかにボタンを埋め込む時の暗号文みたいなローマ字がパーって流れてくる、あれがコード、要はこのボタンを埋め込みますよっていうものになってしまうので、これお客様にお送りしても決済 URL として稼働はしません。ですので決済 URL をお客様に送りたい場合は、この左下のプランに移動をクリックしてください。そうすると最初見ていたこのサブスクリプションの管理のページに戻っていって、今私たちが一緒に作っていたこの基本プラン（カッコテスト卒業生サブスクプラン）っていうのができています。これが新しいボタン URL としてできているので、この欄の一番右にあるこの点編集ボタンみたいなところを押すと、よっ、ここにですね、リンクをコピーっていうのがあるので、これをコピーしてこれをお客様に送ってあげてください。でこれが最初言ってたこの URL を送ってもらえれば、10人だろうが30人だろうが50人だろうが100人だろうが何人でもこの同じ URL で決済していただけますよっていうものになるので、これをねお客様に送ってあげてください。で例えばこれじゃあ URL お客様に送ると、お客様からはどう見えるのかと言いますと、はい、お客様がじゃあそのあなたが送ってくれた URL を開くと、こういう決済画面に入っていきます。ペイパルの決済画面に入っていって、金額は5500円で、下タブを押すと詳細が入ってますね。月ごとに5500円キャンセルするまで更新されます。で開始日は2024年5月28日なので、要は2ヶ月目以降は6月28日、7月28日、8月28日っていう感じで、毎月定期的に決済が行われていきますよという、これが請求になっています。でまあお客様がペイパルのアカウント持っていらっしゃるようでしたら、このね普通にアドレス入れてパスワード入れてペイパルにログインしていただいて手続きをしてもらう。でお客様がペイパルのアカウントお持ちでない場合は、この下のカードで支払うっていうところから、このサブスクプランのクレジット払いを契約していただきます。ここですね。だから普通のネットショッピングみたいに必要な情報、住所だったり、この後カード番号を入れていって決済登録をしていただくというので、バッチリ OK になります。はい、ということで本日はペイパルの機能、
サブスクリプションの URL を発行する、これ言いにくい、定額払いの決済 URL を発行するっていうやり方について解説をさせていただきました。ぜひ、今日お話の中にも出てきたように、オンラインサロンであったり卒業生向けのコミュニティ運営などされている方は、ぜひ PayPal のこの機能とっても便利ですので使われてみてください。それでは今日の動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひグッド、いいねの評価と、私のこの YouTube もぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。そして概要欄の方には、他にもビジネスのお役立ち情報の過去動画のリンクなどいろいろ貼ってますので、よかったらそちらも見てみてください。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。